どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムもうパッと見わかりますね。ノースペースの大人気なモデルでございまして、パルトロですね。パルトロライトダウンジャケットでございます。めちゃくちゃあったかそうなですね。本当に防寒性を重視して、本当にね真冬にですね、真冬の夜中とか朝方とかめちゃくちゃ気温の低いところで、運動しないでじっとしている時にですね対応できそうな、本当に高い保温性を持つ防寒ジャケット、ダウンジャケットなんじゃないかなというふうに思います。こちらはですね、お客様が中古でお求めになったというふうなことでですね、着る前洗いというふうなことでお預かりさせていただいたんですけども、まあ、全体的なコンディションとしては非常に良くて、特にそのビフォーアフター、シミ汚れのビフォーアフター、こんなに綺麗になりましたっていうのをですねお見せするような感じではないんですよ。まあ、意識してよく見るとですね、着用に伴う自然な変化として汚れがつきやすい部分ですね、A とか5とかフルジップにした時に多分顔周りまで覆ってくれると思うので、あとは袖とかですね、そういったところに若干薄汚れがあるんですが、動画ですごくしっかりと映るほどのはっきりした色の段差ではないので、何をお話ししようかなというふうに思ったんですけども、ファスナーの当たりの話でもしようかなというふうに思いました。ここにね金属のファスナーがついていて、上と下にですね若干黒い色の段差がついているんですよ。これはですね、もちろん汚れもついているとは思います。ただ汚れだけではなくて、汚れというのは外部要因ですから、外部要因でついているものというのはクリーニングとかシミ抜きをするとね、綺麗になるんですけど、もしかしたらその内部要因ね、中からそんな風に色の段差ができてしまっているというふうなお話をしたいなというふうに思うんですが、その他にもですねこのバルトロライトのお話をしたいなというふうに思います。素材がですね、ナイロン 100% コーティングと樹脂加工というのが施してありまして、中綿にですねダウンとレーヨン、そしてその他の羽毛というふうに書いてありますね。レーヨンというのがですね高電子、ノースフェイスお得意のですね高電子ダウンというのが入ってるんじゃないかなというふうに思うんですよ。遠赤外線効果でですね非常に保温性の高いノースペースではよくあるやつですよね。そして表地にはですねその風を通さないぞというようなことでウィンドストッパーというような生地が使われております。最新のバルトロライトはもうゴアテックスインフィニウムというふうなものに変わってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、内容的には同じような高機能な風を通さないような素材でございます。本当にね考えて作ってありまして、表の胸のところのファスナーは止水になってるんですけど、胸のところを前身ごろファスナーを閉じるところというのはですねダブルフラップになっておりますし、ポッケのところもですねしっかりとその肥沃になってるというか、水が入らないようにという風になってるんですよ。ただその肥沃になっているからこそファスナーのちょうど開け閉めした時のファスナーがとどまっている部分ですね、とどまっている部分に、金属のゴロッとした塊が常にそこにある状態になっちゃうので、そこでねどうしてもスレが多い部分になってしまう、厚手の部分でスレの多い部分になってしまうという風なことなんですね。でもねすごく考えられていますよ。ポケットなんかも片方だけフリースがついていてですね、この手のひらの部分はツルツルしてるんですけど、手の甲の部分ですね、甲の部分にはあったかい素材が貼られています。こう手の甲の部分にある血管を温めるとですね指先も温まるというような、本当に理にかなったポケットになっていてですね、さすがアウトドアブランドだなというふうに思いますね。まあ、各種袖とかフードとかねアジャスターもしっかりしてますし、本当にねアウトドアでレジャーを楽しむときに、寒いところのレジャーを楽しむときにですね、もう本当に欠かせないようなダウンだなというふうに思いますね。襟もすごい中綿入ってて、これマフラーいらずなわけですよ。はい、仕上がりがこちらでございます。非常にね高機能なダウンなので、ぶっちゃけ言いますとメンテナンスは悪いです。同じノースフェイスで言うとヌプシみたいなダウンステッチがある昔ながらのね、ものよりはやっぱりメンテナンスが悪いですよ。悪いんですが洗えないわけではないですし、非常にお問い合わせも多いのでね、こんな風に作業させていただくことがとても多いです。ありがとうございます。気になってたところ、顎が当たるところですね、やっぱり中古で買ったという風なことで言うと使用感というかそういったところは気になりますので綺麗になったと思います。ただね
このファスナーの当たってる部分、ここに関してはやっぱり外部要因、外からついたよっていうようなのって取れてるんですけど、やっぱり中からねコーティングが剥離したのか、接着樹脂がね、染み出してきたのかというようなところがちょっと分かんないですけど、これはね中から色が変わってる、ずっと金属が当たっている部分で、しかもこう擦れの多い部分というか当たりが出やすい部分、まあ、ファスナーの当たりですね。ファスナーってやっぱり全部開けるか全部閉めるかなので、その金属のゴロッとしてる部分が、固まってる部分がですね、例えば真ん中に常に置いていたら多分真ん中同じようになりますよ。でもそんな風にしないので、開けるか閉めるかなので、上と下にですねそういった使用感が出てしまう。まあこれ誰が使ってもそうなるでしょうね、それはね、まあ仕方ないと思うしかないですし、そんな不自然なね、感じじゃないですよ。前身頃の胸とかお腹とか目立つところにこう大きな色の段差があるなんていうわけじゃないですしね。てかダウンのロフトパンパンになっております。やっぱね、防寒性の高い、ダウンでございますので、表地の素材はね、コアテックスを使ってるマウンテンダウンパーカーとか、マウンテンダウンコートとか、マウンテンダウンジャケットみたいな感じで、頑丈な強い生地を使ってるわけではない分、やっぱ軽いですしね、ハードな環境じゃなくて、とにかく寒いところでじっとして着ている分にはですね、非常にあったかいんじゃないかなというふうに思います。あとファッション性も高いですね。見た目もすごくいいと思います。最新のものじゃなくてもですね、まだまだ十分長く着ていただけるものだと思います。大人気のバルトロライトでございました。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。